こんにちは、なみえもんチャンネルのなみえもんです。今日は切り絵で使ってる道具を紹介したいと思います。まずは切り絵の元となるこのコピー用紙なのですが、まずは切りたいなと思ったあの写真とか漫画をあのセブンイレブンのマルチコピー機でコピーしてきてからこのね、なんていうの、薄っぺらい紙コピー用紙にコピーしています。合ってるよね、言い方。はい、次はこれ、私がいつも使っているこちらか画用紙です。こちら100円均一のものになります。で、もう一つあります。もう一つはね、はい、こちら、これはね、さっきと同じサイズじゃないな、こっちは A4 サイズで、さっき あの100均の画用紙よりちょっとね、紙が薄めなんだよね。だから切りやすいよ。それとこの、あ、動いちゃう、ごめん、画面がごめん。それとうるさいね、周りが。この厚口画用紙、これはね、あの切り絵を完成して貼るときに使っています。うん、それと忘れちゃいけないのがこちら、カッターマットです。こっちがちょっとハンデだったね。カッターマット、こちら長年使っているので、もうめっちゃ汚いよ。多分ここにさ、カッターの刃とか埋まってるよ。汚すぎじゃない？やばいよね、本当に。こちらはね、母親からもらったしっかりとしたカッターマットです。しっかりとかあんのかね。はい、お次はこっち、トレッシングペーパーです。私ね、あの切り絵を切ってから、あの折り紙とかね、貼るときにこれであの貼るところを印つけてから、あのこういったね、透明折り紙を貼っています。こっちね。これはね、あのセロハンよりもちょっとあの厚めの透明折り紙。あ、似てるんだ。はい。で、こっちが色塗り用のペンです。これね、コピックマーカーね。で、あのね、今ね、こっち、これね。これこれ見えるかな。こちらなんと100均で売っております。なんか今さ、まあいいや100均でこんなの買えるのすごくない？がすごいと思うんだよね。ちょっと画面変えるね。手を変えるんだったそれとね、次は、はい、どかします。私が使っているのりです。汚いね、なんかごめん汚いね。こっち見せるから。はい、こっちはね、みんな100均で買ってるんだよ。これもね、同じだねあとね、これ、強力スティックのり、私は強力じゃないと嫌なのでこれを使っております。あと切る時の道具ね、切る時の道具はこれ。なんか本当、画面用しちゃったこと本当すみません。画面汚いので。だってさ、押さえるものがないんだよね。それとこれ、あ、やばい、歯がむき出し。これはセリアのです。こっちね、セリアね、
こっちはあのホームセンター、こっちダイソー。これはね、糸切りバサミといって、糸を本当は切るための道具なんだけど、ここにさ、見えるかな、先がさ尖って、見えないね、先が尖ってるのよこれ、ほら。だからね、切りに最適なのこれ。なのでよかったらこちら使ってみてくださいませ。うん、それくらいかな。あと私はね、あの切り絵を貼るときには、あのさっきのさ、あのコピー用紙から黒画用紙に貼るときは、あのマスキングテープじゃなくてセロハンテープで貼っています。うん、あの100均でやってるんだよ、それもセロハンテープって。だからね、すごいね、私的にはね、あの重宝していますよ、100均は。なので私の切り絵はほとんどが100円均一で買えるもので作っているので、もしあの切り絵これからトライしてみようかなという方、ぜひおすすめです。あの材料はね、ほぼ100円均一で揃うのでね。はい、本格的にやりたいということは、ホームセンターのさ、あの切り絵用紙でやってもいいんじゃないかと思います。はい、それではこんな感じかしら、ちょっと置いてみようかなはい、ではね、またやる、あ、また新しいのがあったら紹介したいと思うので、今日はこれにて終わりたいと思います。最後まで聞いてくれた方ありがとうございます。またね、バイバイ。いつか顔出しできたらするかな、わかんないけど。じゃあね、バイバイ。